松潤さん、潤散歩、いいですね。誰にでも思い出が蘇る場所ってあるものですよ。私はね、そういうことを考えると岡山駅かなと思いますよね。岡山駅を私何百回も利用したんですけども、まずは、予備校に通ってですね、代々木ゼミナールに通った時、そして、大学に行った時ね、あの駅から何度も旅立っていきました。ある時は里帰り、ある時は自分の旅、ある時はコンサート、私は音楽をやっていたんで、いろんな場所にね、演奏に行ったりしたんですよね。私は歌うことはほとんどなかったんですけども、いつもバンドで動いてたかな、4人組5人組で動いてたかなってところですね。いや、駅ってターミナルとかステーションって言いますよね。ターミナル、やっぱこう終着駅っていうのかな、憧れがありましたね。その向こうに何があるのかなと、多くの人がそこで行き交って、いろんな文字盤を見ながら、懐かしいなと思うのはね、駅って長い間変わらないんですよね。特に田舎の駅とか、最近はね、駅がどんどん無人化されていって、まあ岡山でもね、無人駅っていうのが結構ね増えてきました。私が使ってた頃は全然人がいたりとか、乗り降りが結構盛んだったんですけども、現在は交通手段の、発達とかね、昨今では感染症の問題で本当無人駅が増えちゃって、無人でできるようになったのはいいことなのかもしれませんし、JR のね、この職員さんというのも数に限りがありますし、営利集団ですから効率化を図っていかないときに、行かないといけないときに無人化ってのは避けられない流れだと思いますけどもね。切符を切るっていう現象もなくなりましたし、駅は綺麗になって便利になったんですけども、なんとなくちょっと寂しい感じはあるかなってところですね。でもそれでいいのかもしれないですよね。今私が話せることはこのぐらいかなと思います。潤散歩、次回も楽しみにしております。ありがとうございます。